はいどうも、ご視聴いただきありがとうございます。この動画ではメダカ飼育によく利用されるあのグリーンウォーターってありますよね。そのグリーンウォーターがなんでよくメダカの飼育に利用されるのかとか、まあ、メダカにとっていいのかということについての話をしていこうと思います。まあ、メダカを飼育している人だったらですね、まあ、すでにご存知の方の方が多いと思いますけども、メダカ飼育ではこのグリーンウォーターってめちゃくちゃ有名なんですよね。で、まだ知らない方はですね、こちらの動画の方で作り方とか、まあ、グリーンウォーターで飼育するメリットなんかを詳しく説明していますので、まあ、ぜひご覧になってもらえると思います。で、グリーンウォーターっていう言葉は聞いたことがあるけれど、まあ、実際にどんなメリットがあるのか、また、なんでメダカ飼育では重宝されているのかって疑問に思う方も多いはずなんですよね。で、まずこのグリーンウォーターでメダカを飼育する最大のメリットっていうのが、このチャンネルの過去の動画、まあ先ほど紹介した動画ですね。そういったところでたびたび紹介はしているんですけども、これはですね、メダカの餌として利用できるっていうところにあるんですよね。で、このグリーンウォーターの正体っていうのは、水が緑に見えるぐらい植物プランクトンが湧いた水で、まあその植物プランクトンがメダカの餌として利用できるんですよね。まあなので、このグリーンウォーターの中にメダカを入れて飼育すれば、常に給餌ができる状態になって、まあ、それで餌の心配がなくなるといった感じなんですけども、この常に給餌ができる状態っていうところがかなりのポイントになっていて、まあ、実はですね、これ初めて聞く方だったら驚くかもしれませんけども、メダカっていう魚は胃袋を持ってないんですよね。まあ、長い消化器官が走っていて、それが胃と腸の役割を果たしてるんですけども、まあ、胃袋がないので食い溜めができない体の構造になってるといった感じなんですよ。まあ、なので常に給餌ができるグリーンウォーターという環境は、この食い溜めができないメダカにとっては最高の環境になるというのがイメージできるかと思います。で、特にこのグリーンウォーターというのは孵化したばかりの張り子に最適って言われることが多いんですけども、メダカの繁殖で難しいのが、まず一つ目がですね、卵の管理ですね。まあ、孵化するまでに水カビが発生してダメになってしまうパターン。そして二つ目がですね、孵化したばかりの張り子の管理。まあ、この二つだと思うんですけども、まあ、張り子の管理が難しい理由がですね、給餌がうまく行えずに餓死してしまうってことがよくあるんですよ。で、張り子は体もめちゃくちゃ小さいし、胃袋がないっていう体の構造上ですね、まあ、少しでも給餌ができないだけで餓死してしまうってことに直結する、まあ、リスクが高くなるんでしょうね。まあ、ただ張り子をグリーンウォーターで管理すると、これめちゃくちゃ生存率がアップするんですよね。まあ、なので、この常に給餌ができる状態っていうのがメダカにとってどれだけ重要なことかがよくわかります。じゃあですね、無理にでもメダカはグリーンウォーターで飼育した方がいいのかといえば、これはですね、全くそんなことはないです。まあ、むしろグリーンウォーターにすると、せっかく導入した綺麗なメダカが、まあ、見えにくくなってしまいますので、まあ、飼育はしやすいっていうメリットはありますけど、鑑賞価値が下がるっていう問題が出てくるんですよね。まあ、先ほど言った通りですね、メダカは胃袋がないっていう体の構造をしていて、まあ、食い溜めができないため、常に給餌ができるグリーンウォーターだと楽に飼育ができるっていうだけで、まあ、グリーンウォーターではない場合は、まあ、普通に市販の人工飼料をですね、1日2回から3回与えていれば十分ですし、あとこのメダカの場合はですね、ほんと少量を1日5回から6回といったように、もうすぐに食べきれる量を回数多く与えるっていう給餌方法も、まあ、成長が早く良い体を作れますので、結構おすすめですね。で、ちなみにですね、グリーンウォーターは確かにめちゃくちゃ優秀な餌として利用できるんですけど、当然逆にデメリットも存在していて、それはこちらの動画内で詳しく説明していますので、もしご興味があればぜひご覧になってみてください。まあそんな感じで、グリーンウォーターはメダカの餌として優秀ってよく言われますけども、その理由はメダカの体の構造にあるという話をしてみました。まあこのグリーンウォーターはですね、まあ、特にいいのが、まあ、張り子の生存率が簡単に上げられるっていうのが魅力的だし、それから大人のメダカに使ってもいい体型を作ることができますので、まあ、屋外ビオトープの飼育であればですね、積極的に使ってみてもいいかもしれないですね。まあ、ぜひご参考になればと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画の内容がためになったと思ってくれた方は、高評価していただけると嬉しいです。で、またはですね、今後もためになるような動画をどんどんアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。